なみの毎日が有給休暇。こんにちは。では今日の格言ご紹介します。本日はこちら。転職が見つかっていない人は今の仕事を転職と思え。どうですか、渋谷さん。これは今の仕事で求められていることをしっかり行えということじゃないですか。どうですか。そうですね。幸せの青い鳥っていうね、知ってます？はい、青い鳥、はい。どういう話ですか。幸せを青い鳥が運んできてくれる。本当なの。青い鳥を見つけに行くっていう話ね。はい、青い鳥逃げちゃう。ああとさ、いろいろ探したんですけど、最後見つかったの。どこで。自分のお家で。実はね、自分の最も大切なものはね、最も実は身近なところにある。転職を見つけようと思ってね、転職繰り返す人。これだね。今の仕事をね、転職と思うね。これね、転職見つけるっていうのね、すごく難しい。だけど今与えられたその仕事をね、本当に自分が転職だと思うと頑張れるんですね。で、見つけようって自分今の仕事合ってないと思うと、まあね、気合も入んないし、評価もされないし、結局昇進してうまくいく人っていうのは、今の仕事にコミットしてね、会社にコミットし、仕事にコミットした人が、結局うまくいっちゃう。昇進して給料も高くなるね。ここがね、大事。私もね、高校の時ね、まあ中高と子供の頃からね、弁護士になりたいってずっと思ってたのね。で、大学ね、法学部に落っこちちゃったから入れなくて、経済学部。しょうがないから会計士にでもなるかみたいにね。なりたくないの、会計士なんか。でしょ？なりたい仕事じゃないんですけど、だけどなってね、それを転職だと思うようにした。そうしたらね、どんどんうまくいくようになっちゃう。ああ、弁護士なんかなんなくてよかった。弁護士なんかなってたら今までね、起業家なんかなれない。会計士になったからね、起業したと思ってるのね。弁護士になってたらね、普通の、なんか、人。普通にちっちゃな事務所でも経営してるからね。まあ、そんな人生で終わってただろうな。だからある意味ね、ラッキーだったの。大学落ちたのが。もし大学合格してたらね、今頃ね、弁護士になっててね、うだつの上がんないやつになってたの。本当に。ほんとよかった。大学落ちて。でもね、もしね、受かってたらね、どうなってると思う？有能な弁護士になってた。だからね、どっちに転んでもいいんです、結局。人生っていうのは、どうとでもなるんだから、自分の努力でね。だから、どっちに転んでもいいってことは、今転んでる先で努力した方がいいのよ。あっちの方が良かったなんて思わずに、どっちにしたってうまくいくの。努力した人は。でもね、努力しない人はどっちに転んでもうまくいかないのです。残念。ここがポイント。